んか揺れてる子がいる。こんばんは。こんばんは。こんばんは。すごい登場の仕方だけど大丈夫これ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。マキコの膝がいかれてしまう。SMCC54 さん、RIE1221S さん、こんばんは。こんばんは。MIU1278S さん、サチドラ焼きさん、こんばんは。松桃ごまさん、ヒーロピー728さん、こんばんは。お、すごい、いっぱい入ってきてくださって。ちょっと今、一気にこう喋ったら嬉しすぎて。SMNCC54 さん、楽しみにしてましたと、ありがとうございます。MII125、トミコ793など、こんばんは、たくさん入ってきていただいてます。こんばんは。こんばんは。日曜日の夜のインスタライブ。はい。参加いただきありがとうございます。ありがとうございます。なんだか足音が。聞こえるぞ。聞こえますね。手が出てます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 。そしてハートいただいてますよ、部長。あらら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 。あ、かわいいね、奈良さん。部長、今夜はインスタライブでございます。はい。部長。部長。部長。ゆきちゃんと一緒に。はい。くれました。こんばんは、部長。部長、すごい。こんばんは。こんばんは。お腹ショットね。お腹ショット。すごいんです。あらら、あららららら。あららららららわ、ふわふわ。ふわふわ。ちょっと柔らかいですね。そう、溶けちゃう。部長柔らかいんだよね。ああ。柔らかすぎる。あらら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 ら、かわいい。はい、ちょっと。大歓喜。もうほんと大歓喜。ハイタッチ大歓喜。帰るか。ありがとうね。ありがとうって。ありがとう。お疲れ様。ありがとう。ありがとう。ゆきちゃんもありがとうございます。バイバイ、部長。バイバイ。バイバイ。あんた部長、ここから帰るか。よし。頑張れ、部長。運動。はい、階段を降りていかれました。後ろ姿まで可愛い。あ、もうすべてが可愛いというね。あ、もう。癒しです。はい。あ、にゃーん言ってます。皆さん、こんばんは。こんばんは。部長も、あ、すごい、まだいっぱい。にゃー言ってる。って言ってます。嬉しい、皆さん。いかがですかね。本当に。もう、その間もたくさんのコメントいただいてて、もう、たくさんこんばんはもいただいてまして、本当ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。みゆ 1278S さん、まきちゃんルンルン、こんばんは。こんばんは。ほら、もう膝やられっから。そう、膝やられちゃうから。が串に、なってしまいました。ということで、はい。本日も。はい、インスタライブね。インスタライブしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。カメラを持ってくれているのが、はい。ゆかりちゃん。はい。イェイ。イェイ。そして、スタッフマキと元気コンビで、はい。今日もやっていきます。はい、よろしくお願いします。もうたくさんのコメントいただいてるんですけれども、ちょっと全部、また、お読みできない可能性がありまして、うん、ちょっと事前にいただいたリクエストもね、はい、本当にありがたいことにたくさんありますので、はい、ちょっとね。ありがとうございます。はい、で、それと、あと、8時過ぎぐらいに、ちょっと、うん、ストーリーズでも流させていただいたんですけれども、ちょこーっと、お知らせがあるかもしれないので、今日は8時、20分ぐらいには、ね、終了になるかなと思いますので、はい、ちょっとね、そちらのお知らせも楽しみにしていただければと思います。ワクワクな。はい、ワクワクのお知らせです。はい。なお知らせかもしれないですね。ね。はい。じゃあ早速、うん、リクエストの方、行きましょうか。お答えしていっちゃいましょうか。はい。今日は、皆さん。あ、そうだ、大事なインスタグラムのフォロワー、うん、はい、1万人、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、本
当に皆様のおかげさまでこうしてインスタライブもできていますし、本当に本当にインスタグラムにねいつも見てくださってコメントをいただいたり、はい、ハートいいねをしていただいたり、はい、本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。もう嬉しすぎました、本当に、ね、はい、そう達成して本当嬉しくって、はい、でみんなでもう、うん、9999の時、ふわーって。あとひどいって。もう本当に、そう。なんかお昼休憩だったんですね。あ、そう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 。午後の、そう。お仕事始まって。そう。一番になってるー、そう。わーって言ってみんなで拍手してました。本当皆様のおかげさまで。本当に。ございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。もうね、何かできたら、ね、うん、なんか、また、いいんですけどね。お祝い。はい。インスタライブみたいなことも、はい。したいなって、ひそかに考えているので、はい。ぜひ、ね、また、はい。見ていただけたら嬉しいです。はい。お願いいたします。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で、まあ、今日一つだけちょっといいかな。うん、リュウキーモンミーさんが、うん、ずっと聞きたかったのですが、はいはい、長財布のボタンが、こう、うんうん、パカパカとしたまんま。はいはい。になっちゃってるそうなんですよ。で、直せますか、買い替えですか、コメントお願いしますということなんですけれども、おそらくですね、状態を見させていただいてにはなると思うんですけれども、はい、今のお話の感じですと、このホックボタンの、うん、ちょっとホック開けてもらっていい？ありがとう。ここに2つこうピンピンって言いますよね。これのどっちかが欠けてしまってる可能性がありますね。そうすると、パカパカってこう、閉まんなくなって、こう、緩くなってしまうんですよね。はい。はい。なので、そうなんです。ちょっと商品、お品物を見ないと何ともお答えが難しいんですけれども、うんうん、そういった場合にはホック交換することも可能なんですけれども、はい、形状によっては、そうなんですよ。こう、貫通している。はい。この金具がですね。そうですね。裏表に貫通しているものと、はい。こちらのお財布のように、はい。していない。はい、ものがあるので、はい、そのタイプによって、はい、機関やお見積もりの、修理費が変わってくるので、はい、この貫通しているものは、うん、無償でホックの交換は承っておりますので、はい、形状をもしよかったら、はい、DM などいただけたら、うん、商品のお写真を DM などで、はい、いただけたら、はい、お返事させていただきますので、はい、はい、ぜひ、はい、そうパカパカしてると使いづらいですよね。ここはね、そうね、緩まってしまって、うんうん、結構ホック交換の、うん、お修理受けたまっているので、うん、はい、はい、ぜひねお気軽にご相談いただければと思います。ご質問ありがとうございます。ありがとうございます。はい、と結構もう初っ端からもういろんなね、もう盛りだくさん盛りだくさんで、はい、コメントねいっぱい来てるんですよ。そうですか。なので、あ、ごめんなさい、今ご質問いただいたリュウキモミーさんが貫通していますってことなので、はい、そうなんですね、多分すぐできるかと思うんですけれども、うんうん、お店に持ってきていただくと、うん、まあ土日以外ですと、まあ20分ぐらいお店を見ていただいている間にアトリエでこう無償交換できるんですけれども、ちょっと遠方で来られないなっていう時にはちょっと送料の方もかかってしまうので、はい、その点もですね、ちょっとDM などいただければと思いますので、はい、はい、その時にお話しさせていただければと思います。はい、はい。あ、DM しますねってことですので。はい。1年以上そのまま使っていらっしゃったそうなんで。あ、そうなんですか。いや、もう大変でしたよね。いやいや、ありがとうございます。聞いていただいて。ありがとうございます。ありがとうございます。ご相談いただけたら。はい。はい。お願いいたします。はい。では、すいません。ちょっと読めてないコメントもたくさんあるのですが、ちょっと本日、ちょっとタイムリミットがありますので、そうなんです。早めに、はい、お目処になりますので、はい、では、早速、参りましょうか。はい。一つ目のリクエストに、はい。お答えしていきたいと思います。はい。まず一つ目ですね。はい。こちらの、うん。マッシュトートショルダー、うん。バッグと、うん。こちらのキャンディーがまぐちミニボスト。はい。の2つの、はい、容量を比較してみたいと思います。はい、はい、そして、うん、フォーマルな、うん、装いに装いに、うん、合いますかというご質問も一緒にお答えしていきたいと思います。はい、はい、じゃあ中身の、うん、容量を実際に入れてみたいと思うんですけど、よし、
どっちから行こうかな。どっちから行こうかな。行こうかな。マッシュから行く。うん、片手で。ありがとうございます。はい。で、今ね、ちょっとこの人たちを入れていこうかなと思っております。はい。よいしょ。あの、フォーマルなので、ちょっとあの、意識してね。そうなんですよ。こういった感じで、なんかフォーマルでも使いそうなものたちを集めてみました。はい。じゃあちょっとお財布、うん、長財布、うん。そうですね。これが入ったらもう安心っていうところがあるんで。はい。マッシュトートの方からいきますね。はい。はい、こちらですね。うん。ここの山形の、うんうん。高さに、うんうん。ぴったり。あ、本当だね。入るかなっていう、うんうん。具合ですね。そうだね。はい。そしてここに、うん、雨口のポーチですね。はい。これ結構大きめなので、こんな感じで。わ、色合いが可愛いな。これ目玉焼きじゃないだって。クールな感じから、うん、中の可愛い目玉焼きが出てきます。うん、そう。配色がね。配色が完全に目玉焼き。可愛い。はい。こんな感じで。はい。見た目がコンパクトなんですけど、うん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 、このガマ口パンポーチ、うん、今中にあんこが入って結構ふっくらした状態でも、うん、すっぽり入ります、うん、長財布と一緒に入ります。はい。そしてここに内ポケットがあるので、うんうんうん、例えばキーケース、そうだね、ここに入れてみて、うんうん、はい、今こんな感じですね。いいね。はい。で、まあ、ハンカチティッシュ、うん、入れますよね、うん、よいしょ、こんな感じで、うんうん、入れるかな、うん、はい、はい。そして、まあ、ちょっとお直しなんかに、うん、ニラも一緒に、はい、入れておきましょうか、はい、お、そこに入るのね。ここ入りません、ね、ちょっと一回閉めてみようか。そうだね。よいしょ、よいしょ、ああ、いけるな。結構ぴったりだね。うん、今これでぴったりくらいですね。うん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 。よいしょ。よいしょ。あ、よいしょ。よいしょ。そしたらさ、一回ポーチを出してもらい、はい。こう、ご祝儀袋みたいなのってどうかね。入れてみましょう。うん。お。あ、いけるね。ちょっと余裕が。ちょっと端っこだと。うん。あれかな、圧というか、うんうんうん、ちょっと曲がってしまうかもしれないので中央に入れるのがいいかもしれない、ね、なるほどね、確かに、こんな感じで、うん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 、よいしょ、収まりますので、はい、はい、いや見た目より入るよね、これ多分。そうですね、長財布じゃなくてさ、ショートウォレットとかだったらもうちょっと入りそうだよね、うんうんうん、確かに短いバージョン、うわい、かわいいね。とこの、うん、多分これで一緒にポーチも入りそうだね。こうやって入れてみて、うん、結構空間があるんですよね、うん、でこんな感じで、うん、よいしょ、入れていただけたら、うんうん、入るね、入りますね、よいしょ。なのでお財布、うん、よいしょ、あ、ごめんなさいね、ちょっとごめんなさいね、ちょっとお腹いっぱいだよってなってるのかな、ガマ口がね、うん、挟まっちゃう、かかっちゃう感じかな。そっかそっか。でももしかしたらフォーマルの時そこまで大きいあれポーチいらないかね、かそのポーチの中にハンカチとか入っちゃそうだもん ね、 ね、あ、確かにね、例えばですね、そう、ハンカチ、ティッシュ、アルコールとか入りそうだもんね、普通に、あと鏡とかね、こういう鏡とか、そう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 、こういうそこに収まりそうだよね。とかまとめて、うん、こっちに入れて、うん、でこんな感じで、これは結構今すっぽり、うん、ちょっとゆとりが、ゆとりがある感じだよね。入ってる感じですね。うん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 。したらじゃあこのコンパクトウォレットバージョンで、うん、こっちの方に入れてみようか。入れてみたいと思います。イエーイ。あ、ミャンゾンギャンギョングさん、こんばんは。ありがとうございます。 SMNCC54 さんがすごい収納力ですねってことで、そうなんですよ、この子収納力の秘密がこの底待ちなんですよね、これが、うん、そう、広いんですよ、
広いんです。うん。これがね、結構あの500ミリリットルのペットボトルが入っちゃったりとかするぐらい収納力があるんで。驚きですよ、ね。そうだよね。入らなさそうに見えるもんね。でここも空間があるので、うん、うんうん。入っちゃうんですけど。そうね。今マッシュトートに入れたアイテムを、うん、キャンディーの釜口ミニボストに入れていきたいと思います。はい、お願いします。ごめんなさい、カメラが揺れて最近ちょっとこの、そうなの、持っているね、そうなの、機械がちょっとたまに反抗期、そうなんです、そうなんです。この間もなんか急にハハハってなってた、そうなんです、そうなんです、たまになっちゃうんですよね。そうなの。ちょっとマキコ入れてもらってる間にちょっとコメントも読んでもいいですか。ぜひお願いします。はい、君のすけ4515さん、先日トートバッグ購入したばかりですと。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しき嬉しき嬉しきですね。本当に嬉しきでございますありがとうございます。お迎えいただいたご報告もなんか本当に嬉しい。メッセージでもお写真でも、そうなの、あ、そうなの、あなたの元へ、本当にそう、お迎えいただいたんですねって。でもめちゃくちゃ嬉しいですよ、本当に。うん。その間に、あ、入りました。ミニボストンには結構まだ余裕が、あ、結構余裕あるんで、意外と、ちょっとエコバッグとか、うん、入りそうだね。追加で、うん。なんかフォーマルな場でね、うん。帰りにちょっと荷物が増えるのよ。ありますよね。絶対増えるのよ。ね。なんかね、書類とかもらってみたいな。そうなのよ。そんな時に A4 とかも入るバッグを入れておくと安心だと思います。うん、確かにね。これはちょっとまだ入るな。入るね。ということで、何を入れるのか、マキコが今、はい、探してきてくれてます。こういうカードケースとかも。確かに。カメラが。ごめんなさいね。はい。まだまだ入りますね。すごいね。もうちょっとな。なんか入りそうだね。入るんで。もう ここまで来るとあれだね。収納力はもう完全にガマ口ミニボストンだね。そうですね。うん、あの高さがあるからね。まずこっちの方があるのと。うん。ちょっと待ってくださいね。カメラごめんなさい。カメラがね。カメラがたまに揺れてしまうかもしれないですけど。そうなんです。本当申し訳ない。申し訳ないです。ちょっと街はこっち。マッシュトートの方があるかも。の方があるかな。あるある。そこ待ちはね。そうですね。うん。でもやっぱり高さと、うんうん、あと、ここが低くなってるじゃない。その分、はいはいはい、多分ここに高さがあったらちょっと違うんだろうけど、確かにそう、あの、ここの、そう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 。ここですね。そう、そこの空間があるかないかで、多分入れられるものが変わってくるかなっていう。うん、そうですね。うん。この、あの、封筒とかも、うん。すっぽり。入るね。その方が安心だね。さっきちょっと角危なかったもんね。そうですね。ちょっとだけこのマッシュは入れた時にここがこの高さに当たってしまうかなっていうのがあったので、うんうね、こういうご祝儀袋とか、おう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 、はここにすっぽりと入れていただけたらいいですね。と思いますね。めちゃくちゃいいですね。はい、そしてガマ口ももちろん閉まります。まだここに空間があるね。あるので、もうちょっとポーチが大きめだったりしても大丈夫だと思います。うん、そうだね、はい。あとスマホも入りそうだね。そうです、うん。スマートフォン忘れてました。そうね。私も今ね思ってた。今これ撮りながらあスマホだと思って。なんか私も。うん。なんか物足りないなと思ったよね。あるよなって思って。うん。うん。はい、ちょっとその間にコメントを読ませていただきます。かなこゆぴさん、あ、この間ショップに来てくださってありがとうございます。で今いす、はい、インスタライブお邪魔しますということで、もちろんです、ようこそでございます。はい、みゆ 1278S さん、パッと大きく開くのも魅力的、きっとこっちですね、こっちが結構パッと、はい、感じですごい、これはね見渡しがこう、うん、下までファスナーが来てることでパクッと開くので見渡しはすごくいいです。そう、パクパクってパクパクって、ね、ああ、ちょっとカメラが、カメラ暴れ気味で、暴れ気味でございます。もしかしたらこの間のようにスタンドに変わる可能性がございます。ちょっともしあまりにもね、暴れたら、うん、暴れたらね、チェンジしましょう。チェンジしようね。
コメントをいただきますか。 いいですか。いっぱい来ているのでちょっと順番に読ませていただきますね。あ、サチドラヤキさんがバースデークーポンで何買おうかなっていうことで、いいですね、これ楽しい時間ですよ。ちょっと一緒に悩みましょうね。ご相談とかもあれば、はい、ぜひいただけたら、メッセージはい、いただけたらと思います。はい、で先ほどとうとうお迎えいただいた君の助4515さんが、財布は2年、キーホルダーは1年、リュックも1年ぐらい愛用してますと。ありがとうございます。本当に嬉しい。育っているのではないでしょうか。はい、ぜひお写真お待ちしております。にっこりしております。ティリーン、マキコが代表してにっこりしております。で、さとこさんさんが、はい、こんばんは、日曜日店舗に初お邪魔しますね、楽しみです。お、いらっしゃいまし、私スタッフゆかりまーす。はい、ぜひ声かけてください。はい、声かけてください。でも私ショップにいると結構おとなしく見えるので、多分最初私だって気づかないと思うんですけど、私なんでオーラ出てるんで大丈夫かな、はい、そう、ゆかりちゃんオーラそう、私このテンションでしゃいませーって言ってるとちょっとお店変わっちゃうんでそう、ちょっと猫を3かぶりぐらいしてるんで、ぜひね、その皮を剥いでっていただけたらと思うんで。でも声かけていただいたらね。あ、もういつも通りですよ。はい。ぜひぜひ。はい、ぜひお願いいたします。はい。あとこれ参考になるんじゃないですかね。みゆ 1278S さん、キャンディーがまぐちとうとう、卒園式に持ちましたと。めっちゃおしゃれな予想になりましたっていうことで、すごいこれは参考になりますね。なんかどのようなね、予想お洋服ね、かとかもしね使えなければね、教えていただけたら、ぜひぜひ教えていただけたら嬉しいです、うん。でもね、卒業式入学式もフォーマルだからね。この子ですよね。うん。このキャンディーの子を、はいはい、っていただいた、嬉しい。ガマ口通ったから ね、嬉しいね。嬉しいですね。うん。甘口はワンタッチなところもまた、うん、いいよね、魅力でございますね。確かに、うん、かなこゆきさんが、はい、おしゃれはマッシュの方をってことなんですけど、はいはい、どうかな。でも両方ともおしゃれ感はあると思うんですよね。うん、一緒にすごいハモっちゃったんですけど、うん、そうですね、やっぱ金具がこう、うん、ガマ口で、うん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 、金具の質感が出てるのと、うんうん、でマッシュはやっぱ形が特徴的だと思うんですよ。そうだね、それはあるよね、うん、まあ目を引くよね。目を引きますね。でも両方とも多分個性的かなってイメージがあるんですけど、うんうんうん、もしかしたらちょっと私が思ったのが、フォーマルっていう面では両方とも大丈夫だと思うんですけど、はい、若干ですね、このマッシュのここのファスナーのここが黒で同色だったらもうちょっとこうフォーマルでもいけるかなと思ったんですけど、ちょっとカジュアル色が出るかなっていうイメージがありました。確かに、はい、その点が違いですかね、うん、その点がちょっと違いかなっていうイメージですね、うんうんうん、そうなんですよ。で、容量的にはこのガマ口ミニボストンの方が入るっていうイメージですよね。あ、今ね、そう忘れてましたが、あ、スマホケースを入れてみまして、はい、もうすっぽり、あ、もうすっぽりだね。あ、本当だ、すごいね。入るので結構その横にも入るし、うんうん、ガマ口ももちろん閉じますし、うん、あのマッシュトートよりもこっちのキャンディのガマ口ミニボストンの方が容量が大きいことが分かりました。分かりました。はーい、はーい。でこの上の方にはあんまりこう荷物が入りすぎてしまうと、はい、ガマ口が開いてしまう原因になったりするので、うん、大事ですよ。あ、はい、いいことを言ってくれるマキコが、ここがしっかりね閉じる、はいはい、容量でお伝えいただけたらと思います。はい、そこ大事なんでね。大事ですね。はい。上の方にはね、こうキュッてなれるので。そうなんですよ。あんまり詰め込みすぎない。そうです。そこがやっぱり大事です。の空間にお任せするというのが、うん、おすすめポイントでございます。いいですね。片手でね、はい、こう開ける感じがね。そうですね。はい。なので、はい、ちょっと私も良いでございます。はい。はい。ちょっとコメントを今見させていただいて、うん、ちょっといろいろ飛んでしまうんですけど、はい、今のこのガマ口関連でいくと、うん、そのさっきみゆ 1278S さんが卒園式に使っていただいたっていうことなんですけど、
ああ涙っていう時に片手でパチッとガマ口が開けて一番上に乗せたハンカチ出せましたということで、これは参考になるんじゃないですか。こういうことですよね。そう、もうふーっつったらパチッってこうなってて、うん、こうお子様の姿を見て、うん、うん、パチッって、あ、すごいです、これは。ここね、膝にこう乗っていたとして、はい、やばいやばい、すぐ出せます。でもすぐ、はい、拭けます。涙を拭いていただけます。はい、これはこれミニボストンがすごい優勢なのではないでしょうか。確かにすぐ出したいものをこう上の方に置くようなイメージで、うん、こういう小さいミニタオルとかだったら、うん、口も閉まるので、うんうんうん、入れていただくのいいですね。うん、実体験をあの本当に参考にさせていただけるの本当にありがたいので、ありがたいです。コメントで教えていただいてありがとうございます。本当ありがとうございます。かなこゆきさんがガマ口音が良いって、音ですね、わかります、本当にわかります。ちょっとごめんなさい、友達みたいになっちゃった、ますって、ごめんなさい、反対側わかります、ごめんなさい、その気持ちわかりますでしょ。ガマ口の音はやっぱり最高ですよね。あ、ごめん、喋っちゃった。これなんかミニボストンの中のこの空間があるからなんか、よりこう、うん、パンっていうね感じが、いい響きが、そう、何回もね、やりたくてしちゃいますからね、本当に聞きたくて聞きたくて、はい、でなんかあの、うん、さっきキムタレさんがミニボストン、はい、最近はフリーストラップショルダーをつけて肩掛けしていますってことで、そうなんですよ、これ実はあのフリーストラップショルダーをつけていただくことで、はい、ハンドフリーで持つことも可能なんですよ。肩掛けに。そうなんです。はい、なのでまだ多分このガマ口の中に余裕があったので、こう帰りとかお子様と手をつないで歩く時なんかはフリーショルダーつけていただくといいんじゃないですかね。ちょっと実際つけてみます。おー、ありがとう。でちょっと、うん、フォーマルではないんですが、うんうん、なんとなく黒いお洋服の時に、うん、あ、マキコはね、ちょっと背負って、いや可愛いよね、やっぱりこの辺からこの辺を、いや可愛いよやっぱり。でもやなんか、うん、艶感がフォーマルっぽい、うん、そうですよね、うん、このキャンディーのブラックとかは特にこうツヤン、そうなの、そうなの。でこのキャンディの推しも、うん、やっぱり黒で、うん、こうそこまでなんて言うんでしょう、主張しすぎない、おしとやかな頭という印象なので、うん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 、ちょっとお上品なイメージになるぴったりと思います、うん、思う、すごい可愛いです。これ帰りにね、肩掛けにしたら、そう、手もつなげるし楽ちんで、楽ちんですね、はい、本当に。なのでこう2通りで使っていただけるっていうのがすごくよくって、うんうんうん、であのオンラインストアの方では持ち手の部分を外したお写真が載ってるんですけど、はいはいはい、もう最近あえてつけたままが可愛いってことが発覚しまして、このショルダーにするときもこの状態、そう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 の方がなんかより可愛いっていうのが分かりまして、ここ可愛いです、ね、そうなのよ、それがもう本当おすすめです。撮らない方が私とかは好きですとか、マキコも、はい、ミニボストンの形が可愛いから、はい、からもちろんこれがなくてフリーストラップだけでも、でももちろんスッキリとしたモテるんですけど、ちょっとこうワンランク上のおしゃれっぽい感じが、なんか持ち手ってあるのとないとで、うん、雰囲気変わるよね。なかなか変わりますよ。変わるよね。そうそうそう。これもちろんね、フレイストラップ。ちょっと早いですよ。早いよ、まだ。まだもう26分しか経ってないよ。取られるのが。うん。中にこうしまっておいて。そう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 。いいよね、それが楽だよね。そうなんです。うん。中にこのポケットがあるんですね。うん。結構大きめの。うんうん。バッグいっぱいのカバンのポケットがあるので、うんうん、キーケース入れてるんですけど、はい、ここ入れて、はい、置けますので、いいですね、もう万全の、もういいじゃん、状態なんじゃないですか、もう完全にもうガマ口ミニボストンがいいんじゃないですか、これはね、容量必要なものがこんな感じで、はい、入りますので、はい、マッシュも可愛いからマッシュも持ってもらっていい、マキコ、マッシュも可愛いんだよ、さっきあのマッシュ笑ってるみたいって言ってくれてた、
この子結構笑ってるみたいとか、うん、なんかパンダとかワンちゃんとかなんか、そうなんかこのそうかわいい雪だと、あ、ワンコみたい、本当こうなんかお目目で、本当だ、かわいい、かわいい、ね、なんかワンコ感、ワンコ感たまんないね、本当だ、そう見える、パンダっていうコメントもあったり、あ、確かにかわいい、めっちゃかわいい、なんかいろんな見え方がこの子するんですよ、うん、うん、こうね、どこから見てもかわいいよっていう、うん優秀、優秀な子でございます、はい、この子ももちろんこういう手持ちスタイルでもう持てます、はい、フォーマルでもね、うん、本当にあのすごく可愛いので、はい、こちらもあのちょっといろいろフォーマルに関してちょっと調べてみたんですけれども、うんうん、ちょっとブラックフォーマルだとやっぱり両方ちょっと、うん、あのできれば避けていただいた方がいいんですけど、うんうん、普通のこの入園入学とか、はい、そういったあとちょっとしたパーティーみたいなフォーマルの時なんかはもう全然大丈夫で、はい、はい、であの結構あのもうちょっと華やかにしたいなっていう時は、うん、あのパール調の、 あのキーリングとか、まあ、ちょっと紙では扱ってないんですけど、そういったものをつけていただくと華やかさが増すので、それでもよりあのフォーマル感が増すということをあの Google 先生に教えていただきます。すごくエレガントな印象にそうなれそうですね、うん、フォーマルに、そう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 、曲線っていう感じなので、うん、いや本当にこうスッキリ感がすごくいい、うん、やっぱこの子はこの子で可愛いわ、パーティーいいですね、パーティーいいよねあのちょっとしたパーティーってやつですね、そうそうそう、日食とかさうんうん、うん、すごくいいじゃない、だってスマホとハンカチティッシュだけとか入れるのでもすごくいいフォーマル、確かに確かにね、すごくいいですよね、かなこゆぴさん、うんうん、ワンコ確かに見えました、うん、アハ体験というか、アハ体験ですよちょっとこっちは、うん、どのぐらい ね、 ねあの容量を絞ってというか、うんうん、ちょっと必要最低限、うんうん、最小限のものを入れるっていう時ですね、こんな感じでしょうか、はい、あでも結構やっぱ入るんだよね、そうなんですよね、うん、あとお財布、キーケース、あとスマホですね、うん、スマートフォン入るね、ハンカチとこういうポーチ、うん、いやまあ入るよね、入るので、うん、でこの子はファスナーなので、うんうん、あの開いてしまうっていう心配はないね、ないので、あとあのすぐに開閉したいときは中央にあのダブルファスナーなんでね、持ってきていただければいや今マキコやろうとしてくれてたよね、ごめん先言っちゃった、一心伝心したと思って本当そうそう、そんな感じで片手でこうサッとできるので、はい、はい、いいですよね、いいですね、かわいいね、これちょっと斜め掛けバージョンも、うん、ぜひぜひしてみましょう、うん、私これね、あのキャメルを使ったことがあるんですけど、うん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 、本当になんかコーデの主役になってくれる、わかる、このサイズ感でもさ、そうなんですよね、えいいよね、そう、こんなにコンパクトな、うん、ミニマムなバッグなんですけど、うん、主役級のわかる存在感が、うん、になってくれますね、うん、いいですよね、これかわいい、かわいいよね、存在感が出ます、うん、本当にちょっとしたものを入れていただく、うんうん、まあ、ちょっとしたものじゃなくても結構入るんですけど、そうなんですよ、なんか、うん、待ち、そこ待ちしっかりあるんですけど、うんうん、こう寄り添ってくれている感じ、わかる、あの実際に背負うとね、うん、わかるんですよ、わかる、もうちょっと私ワンコにしか見えないんだけど、かわいいなんかかわいい、小巻きにワンコみたいな、かわいいすごいかわいい、よちよちしたくなる、よち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 ってしたくなる、本当にもうそれにしか見えない、もうそれにしか見えない、ね、あれに引っかかっちゃってますよね、うーん、私ももう上からワンコ見てるみたいなだよね、なってますあ、シュートザトップ14さんか、はい、富士山みたいで可愛いですって、あ確かにね、この山形が可愛いですよね、チャットブルーとかね、
本当そういうお色がね、そうよりねより富士山ですよ本当に。で自立するのもいいですねって見ていると欲しくなってきますって嬉しいお言葉ありがとうございます。ちなみにこのキャンディーの方に、はい、長財布さっきと同じ、うんうん、長財布だと、うん、ちょっと入れてなかったなと思って、あ確かに確かにちょっとがま口にこう斜めに、はい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 、こういう風に斜めに出し入れするイメージで入れていただけるといいと思います。はい、いいね。ちゃんとそこも分かってるとこう中にさ入れるものの量をさ調節できるじゃない、うん、はい、なんか長財布の時、うん、あのパンパンに入れちゃうと、はい、あの長財布がうんって取れなくなっちゃうからこのぐらいの容量の方がすごいあの取り出しやすくていいんじゃないかなって。上からこの子が見れるくらいのゆとりある容量で、うん、こういう感じで、うん、ちょっと斜めにいいね出し入れしていただけたらと思います。はい、めちゃくちゃいいね。はい、何かこのね、はい、マッシュ糖と、うん、とキャンディーのがま口ミニボスの企画でご質問とか、はい、大丈夫そうでしょうか。もうご質問というかこう入るんですねとか収まるんですねとか、もうあのすごいあの共感というかこう共鳴していただいてる感じがすごい嬉しいです。本当にコメントが本当に見た目より容量がある子だと思います。うんうん、いやーすごい本当に吸い込まれていく2人ともそうだねはい、頼もしいですね。頼もしい2人です。本当にいいですね。なんかご質問とか大丈夫でしょうか。またねご質問ね、はい、うん、ありましたら、はい、あの DM とかでもお待ちしておりますので、はい、はい、お願いいたします。ご相談ください。はい、はい、ではでは、では次のリクエストに参りましょうか。はい、はい、こちら行きましょうかね。こちら行きましょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お二方でした。パチ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 、はい、ではお次の、はい、お方、お二人です。お二方に来ていただきました。はい、登場、今回はダークブラウンで、はい、ご登場いただきました。はい、あ、美味しそうブラウニーかな。あー、本当よ、ミルクチョコみたいな色。ミルクチョコかな。ね、甘そうですね。甘そうだね。濃厚な、はい、ブラウンでございます。はい、こちらは容量比較というよりは、はい、こう使い勝手を知りたいですっていうことでしたので、うんうん、はい、はい、ちょっと両方のちょっと使いやすさみたいなのをやっていこうかなと思うんですけど、うんうん、どうしよっか。そしたら、はい、ちっちゃい方からいこうか、うん、なんか実際にこう、うん、使う視点で見る、うん、うん、見てみます。あ、なるほどねできるかな。確かに、ちょっと中がどれくらい、うん、よいしょの、スペックか、うん、一回お見せしたいなと思うんですけど、ほい、はい、なんかスタンドとかに置いたり大丈夫ですか。うん、大丈夫です。このキャンディ、キャンディールーフがま口お財布ポシェット、ほい、まず前後に、うん、これびっくりするぐらい入るんだよね。あのスマホケースちょっと入れてみたいと思うんですけど、入れよう入れよう、あの入るんですね。そうなんです、そうなんです。本当にびっくりされるんですよ。この外のルーフ部分の、うん、はい、ポケットに、うん、ほら、すっぽりじゃん。すっぽりです。すごいですね。今ちょっとあの端末が入れてないんですけど、はい、こんな感じですっぽり入るので、うん、余裕あるからね、うん、すぐにスマホがこうやって取り出せるとすごいよね。安心です、本当に。で楽しいです、本当に。でこれあのさっきの関連でいくと、うん、本当にパーティーとか立食パーティーとかの時にすごく、うんうん、あのクラッチバッグとしても持てますし、こういう感じでね、そう、かわいいよね。こうやって持ってたらめっちゃおしゃれだよね。本当にキャンディーガールということで、キャンディーガール、え、そのカバンどこで買ったのみたいな感じになると思います。気になる存在になっちゃいます。気になる存在になっちゃいますよ。気
注目しちゃいますねこれは本当に、うん、あ、マキコごめん、あのおかめちゃんサンキューさんが、はい、スマホケース L サイズで入れてますかってことなんですけど、こちら L サイズです。 L サイズです。はい、はい、L サイズが入ります。すっぽりと収まります。はい、なので M サイズはもっと収まります。はい、もう余裕を持ってね収まるということで、あとあの今日すごい多く登場するんですけど、ご祝儀袋が入るんですよ。入れてみましょうね。そう、これ最初の頃びっくりしたもん。なんか入れた時、うん、衝撃でしたよ、ね、うん、入ったってここそう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 、あの結構ねあのパッと取り出せない時とかもあると思うんですけど、ここだったら嬉しいよね。これ体側につけといたらあの防犯防止にも、盗難防止にもなるし、うん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 、防犯対策になるので、はい、はい、こう出てきます。びっくりですよね。びっくり、入っちゃうのがすごいもん。本当に横幅がまだ余裕あるもんね。余裕なんですよ。だから副菜入れても全然大丈夫ってことだよね。うんうんうん、大丈夫ですね。ねえ、逆さまで持っちゃってましたね。こうですね。ああ、ありがとう、気づいてくれた。私気づかなかった。失礼いたしました。いや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 。あ、うん、SMN、ごめんね。いいいい、SMNCC54 さんが結婚式にも普段も大活躍してますってことで、うん、結婚式に使っていただいてるんだ。嬉しい。ありがとうございます。こうクラッチの方で。ね、どっちですかね。そちらも気になりますね。よろしければ教えてください。お願いします。こんな感じで持っていただいてるか。はい、ね、気になりますね。教えていただいて。ね、はい、あ、ね、そのさショルダーをさ1回取ってさ、そのポケットに入れることってできそう？あ、このショルダー、そう、なんかさ持ち運びたいなと思って、もしさ持っていたりする、ね、そう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 、なんかさ入れた時にどのぐらい入るけどこう膨らみが気になるとかなんかあるのかなと思って、じゃあポケットにこのショルダー単体で、うん、入れてみましょう。うん、はい、こんな感じで、あ、いいんじゃない、あ、良きじゃない、なんかどうもって出てきたけどショルダーだよショルダーだよってどうもって出てきたけど、こういう感じで、あ、全然いいじゃない、入るので、うん、あ、いいですいいです、これはあのショルダー持ち運び OK ということで、あ、ちょっとここのさ町がさあるからだ、意外と本当だ、ここがあるからだ、だから多分ここが町なしでピッっていう感じだと、うんうんうん、こうボコって出ちゃうと思うんですけど、ある程度町があるんで、うん、それがこうなんだろう、フラットな状態を保ってくれてるようなイメージですよね。あんまねこうボコボコしちゃうとなんかそうかさばってんなみたいな、そうそうそう、あれみたいな、そう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 、それがないので、うん、ここがつるんとした状態で保たれます。いい、ね、はい、かなこゆぴさん、晴れの日にクラッチ素敵だと思う。本当そうですよね、めちゃくちゃわかります。いいよね、で可愛いんだって、本当にすごくめっちゃいいよ、うん、いいの、おしゃれ、 SMNCC、 あ、ごめん収まるよね、収まります。あの SMNCC54 さんが、うん、あの結婚式に持ってね、行って使ってくださってるっていうコメントをくださったじゃないですか、はい、で結婚式はおしゃれめにしたいので、はい、ショルダー紐は肩に、うんうん、肩に立ってでかけられるよう短め調整してますってことなので、こうちょっと縦持ちみたいな感じにしたってことで、おしゃれ、かっこいい、おしゃれですね、おしゃれ、短めですね、うん、あ、なるほどね、なんだろう、ちょっとなんだろう、クラッチとショルダーバッグの中間みたいなイメージだね。なるほど、かっこいいね、ショルダー紐をつけて、うん、短めに持つみたいな感じだね、クラッチ風でもあり、うん、ショルダー紐はついていてという感じですかね、うん、なるほどね、でも実際使ってるお声聞けるってすごい嬉しいよね、こういう、そうで多分それを縦だから、はいはいはい、これをこうかな、こういう感じじゃない、こういうこと、うん、多分可愛くない、私そうこれ合ってますかね、うん、かなと思ったんですけど、うん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 、これおしゃれだなと思って、
すごい可愛い、すっきり見えるし、本当にこれだとカジュアル感がすごいなくなるっていうか、うんうんうん、すごいフォーマルな感じがする。あ、そうですって、よかった。向きがね、あるだけで。嬉しい、そうなんだ。あ、めっちゃいい、本当かっこいい。あ、本当に。いいですね。うん。あ、く7968さんが、こんばんは、今見始めましたが、うん、ポケットからスルッとスマホが出てきてびっくりしました。そこから出てくるとね。すっきりしているのに大容量ですねって、確かにそうなんですよ、本当に。そうなんです。うん。ちなみに、このようにご祝儀袋が入っております。はい、福さんも入ります。福さんに入れても入ります。驚きですよね。驚き、本当に。じゃああれだね、この前のさ、ルーフ部分はさ、実力がすごい分かったからさ、中ちょっと見ていこうか。行きましょう。ね、もう43分だった。ごめん。なんと私がいっぱい質問しちゃったから、マキコに。ということでしょう。なんということでしょう。この中がですね、はい、開けると、うん、中に小さいガマ口が入っておりまして。ね、親子だね。かわいいね。ダークブラウンの同色の革でいらっしゃるんです。うん、いいね、おしゃれだよね。そこにこう、直にね、甘味のロゴが、押されてるのね。このタグに、いつも押されてるバッグとかで、ものがこう押されているところが私結構好きで。うんうん、この小釜に刻印されている感じ、うん、かっこよくないですか？すごいかっこいいよ。めちゃくちゃかっこいい。なんかそう、あのヌメの皮についてるのもかわいいんだけど、うん、これはまたさ、あ、なんかイメージが違ってすごいいいよね、うん、なんかちょっと渋い、わかる感じ、なんかアンティークっぽいよね、うんうん、そう、めっちゃわかる。でこう自分だけが知っているこの楽しめるみたいなね、いいじゃない。がちょっと粋だな、粋だよね。私あとさ、うん、楽しみ方の一つとしてさ、こっち中でしょ、こっち表ってさ、経年変化の仕方が違うのよ。そうだ、そう、それが楽しいのよ。確かに、そう、比べられますね。そう、どうしたマキコ。面白かった今。比べられます。そう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 、日に当たったり、やっぱこういう部分は、そうそうそう、手に触れる機会が多いので、うん、で中でこう大切に育つ、そうなの、中の皮と、そう、外側で、そう、たくさんこうね、そう、手に馴染んで、そう、くれる、そう、育ち方が、そう、違いますからね。そう、それが面白いの、本当に。そう、そういう楽しみ方もあるよっていうお話でした。ごめん、私喋ると進まないわけよ。ごめんって。中のね、カード入れとかを、うん、じゃあ見ていこうと思うんですけど。うん、あ、このさ、この何、うん、長いカードポケットっていうんだろうか。はい、そこのポケットをあるのとないのと全然違うよね、うん。そう、これが全部このちっちゃいカードポケットなのではなくて、うんうんうん、この、うん、ね、横幅いっぱいのポケットがしかも2個も。そう。あるんです。あれ、ここ確か通帳入った気がするんだよな。入れてみていいですか？いい。ありがとう。じゃあちょっと私が着用してる風の目線でいきますね。いやでもここのコントラストがやっぱりあるからすごい見やすい。でか、そうなの、こことの仕切りの、仕切りって言っちゃってるけど、この小顔の部分仕切りでもありますからね。そう、このコントラストがすごくいい。あ、ごめんごめん、見やすいですよね。うん、めっちゃ。ここに通帳入れてみますね。はい、確か入ったような気がするんだよな。よいしょ。あ、結構横幅は超余裕でして、ガマ、うん、口のギリか、あ、閉まりますね。でもぴったり、ぴったりな感じか。すごくぴったりです。すごくぴったりです。ここ上が、はい、そしたらあれかな、その小釜のさ、横のスペースに入れた方がいいかな、もしかしたら。確かにこっちの方が深く、あ、そうだね、こっちの方がいいかもですね。はい、うん、あの入るんですけど、うん、ちょっとゆとりを持って入れたい、そうですね、時にこっちの、はい、あの小釜の横のスペースに入れていただくのがいいと思います。はい、うん、そしたらなんかその背面、カードの背面のさ、そのポケ、こっちのポケットにはさ、はい、領収書とかさ、そうですね、長い紙系のなんかレシート領収書とか、うん、そのまま入れられますね。いいよね。なんかチケットとかも、あ、めっちゃいいね、バッて入れられるので、うん、折らずに入ります、うん、いやこれフェスでいいよね。うわー、行きたい。行きたいよね。行きたいですね。連れて行きたいですね、本当に。もうさ、この子をさ、もう連れて、いや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 みたいな、いや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 、ショルダーで、うん、一緒にいられるのでね。札はこんな感じで、いいね、余裕を持って入れられます。
ね、ちょうどそのカード一番ここの上のカードポケットと同じくらいの高さになるんだね。ありますね。うんうんうん。いやでもこれはお財布としてもポーチとしても使い勝手はすごいんじゃないかな。そうなんですよね、うん、ここも小銭入れね、大きいので見やすいね。見やすい、そう、うん、いいね。開きもこれくらい、あ、結構開くんだね。結構開きます、うん、いいね。中がやっぱこの中布の綿浅の素材で見やすくなっているので、うんうんうん、開き具合とこの素材で、うんうん、中にコインが見やすいですね、うん、見やすいね、はい、これだけ広いと取り出しやすいしね。うん、そうなんですよ、うん、こんな感じで、うん、指の入り具合としてはね、全然違うもんね、やっぱり小さいものと、こうこうなっちゃうんですけど、うん、これこんだけ開いてくれるので、うん、これはスムーズだね、こんな感じでした。はい、ポケットは8個、うん、片面4つ、うん、もう片面に4つで8個あります、うん、はい。でもあれだよね、もうちょっとカード増えたらインナーカードケース入れてもいいし、こっちに入れてもいいしみたいな。そうですね、うん、これもちょっと入れてみようかな、うん、うん。みゆ 1278S さん、お財布でありポーチでありミニバッグでもあり、改めてすごすぎますということで、ありがとうございます、いろんな面を合わせ持っております、この子。そうなんです、本当に。はい、このインナーカードケースを入れると一気にカード収納が増えますので、うんうん、はい、これはいい ね、うん、ね、そここには入るのかな、入りそうかな、あ、入りますね、入りそうだね。あ、高さ的にも余裕があるからいいね、1センチぐらい上が余裕があるので、うんうん、これもともとね容量が結構、うんうん、たっぷりなんですけど、うんうん、プラスオンアイテムで、うん、さらに、うん、自分の好みの容量に増やすことができます。はい、はい、あのキャン、今はもうなくなり次第終了とかもう多分もうないんですけど、ないです、ね、キャンディーのルーフロングガマ口ウォレットの進化版なんですよね、そう、この子が前にあった、はい、この子のちょっとだけちっちゃい感じの、ね、はい、で、そう、その子に結構ショルダー紐をカスタマイズでつけてほしいっていうご依頼が多くって、うんうん、この子が生まれたんですよ。だからこの子本当お客様の声から生まれた子ですね、うん、はい。あ、みゆ 1278S さん、いつか小さめ財布、ポケットロングウォレットやふかふかロングガマ口などにインナーカードケースを入れてみた様子を見せていただけたら嬉しいですということですので、うん、はい、またちょっとね、次回、はい、はい、お答えさせていただきます。はい、リクエスト嬉しいです、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ次ガマ口ショルダーの方に行きましょうか。行きましょう。はい、はい、この子もですね、ご覧の通り、はい、大容量なんですけれども、そうなんです。はい、まずここ、うん、マグホックで、はい、外ポケットが、はい、開きます。はい。はい。ちょっとここにスマホケースとか。もう全然入るね。もうこの子に入るので。そうだね。当たり前体操ということなんですけど。そうだね。私は何を言ったんだろう。いや、私ですよ。私はもう当たり前体操のことしちゃってるんで。やばい。キーケースとかも一緒にね。確かにね。エコバッグとか。うん。なんかこの形が郵便屋さんのバッグみたいで可愛いっていうのをよくショップで聞くんですよ。確かに、うん、郵便屋さん、そう、こうやってね、そうなんです。でも、はい、無地じゃないので、うんうんうん、このドット柄が入ってるので、そのおしゃれな感じがあるんですね、やっぱバッグの感じも、うん、たまやっぱここにいるこの範囲が好きです、うん、私いいよね。ここが、うん、キャンディーがいない、ちょっとこの目ですね、そう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 、でこの絶妙なそうバランス感がいいよね。好きでございます。はい、はい、今この子サンプルなんですけど、実際製品になった時はもうちょっとこの押しの部分が濃いんですよ。あ、そうそう、これ初期サンプル、ね、そうなんです。ちょっとね、浅い、そう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 、押しなんですけど、そうそう、今ショップとかで並んでたり、はい、オンラインストアの、多分この子と同じぐらいの押しじゃないかな。はい、比較、そうです、そうです、ね、全然違うでしょ。全然違う。そうなの、そうなの。深いものと、はい、ちょっと初期の深いもので、はい、
見え方全然違いますね。違うね、うん、これもっと推しがねこう濃い方が可愛いだろうということで、うん、製品はこの推しが、うん、はい濃い子になりました、うん、ちょっとレアな姿なんですけどね。そうなのそうなの。さあ中はあびっくりする大きさ何個が入ってるみたいな。すごい生まれたね。何丁分かなみたいな。いや豆腐なんかいごめん突っ込んだよ。白くて、うん、豆腐なんかいみたいな、うん、このあすごい見開き具合がすごいね。意外と開くんだね。ちょっと横から見たい。あ開くじゃん。まあまあ開くんだ。120度は行ってるね。行ってますよね。うん行ってる行ってる。多分120以上行ってんじゃないかなこれ。150度ぐらい行ってるかな。40、50は行ってんじゃない。行ってそうですよね、うん、だってなんかすごいこっからもあの見晴らしがいいよいい景色なんですよ。いい景色。こんだけ開くので、ね、しかもさその中のさ、うん、内ポケットにさマチついてんじゃん。肩マチここです。うんそれがそうあることで入るんですよこれ。こういう風に街がね、うん、広がってくれて。そうなんです。すっぽり収まるんです。そうこの街がないと、はい、こうねそう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 、手が入りづらいんですよね。見えてるかな。うん大丈夫大丈夫ちょっと面白い今のこうね街がないとこう。あそう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 。このくらいになるじゃないですか。多分街がなかったらこれポケットの深さは半分になったんじゃないかなっていう予想。あ確かに手が、ねうん、この辺まで。そう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 。だからね街があるのでザザンと。そう。このそこまで。うんそこまでポケットがあるっていう深さがあるっていう。1センチぐらいの高さのとこまで。であるっていう。ポケットあるので。うん。このねエコバッグとかもこのくらいの長さなんですけど、うんはい、うん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 、すっぽり収まります。はいいいよね。あ今ちなみにねここに金ケースと座ってるすごいね。本当にって感じなんですけど。本当だね。すっぽりいやすごいじゃん。収まっていくんですよ。すごいね。ペットボトル、あそうだね、入れるとどれくらいのサイズ感かというと、うん、こんな感じで。え余裕の余裕じゃん。ちょっと大きいペットボトルでも入るね。入りますね。これ縦だとガマ口が引っかかっちゃうので横で入れていただきたいんですけど、うんうん、いや全然入るじゃん。長さはねゆとりがありますので。長財布入れてみる。入れてみます。おーいやおーいやおーいや。これ多分羽織とかも全然入りますよ。入りますね、うん、長財布一緒に入れてみようかな、うん、一緒に入れてみようかな、うん、あ全然余裕だね、はい、余裕です。余裕だね、うん、ここになんかこうポーチとか、うん、ガマ口インガマ口ポーチかわいいね。こう開けるとガマ口が出てくるよ。あもう生まれましたみたいなね。かわいいですね。かわいいよ。こういう風にも入るかな。ありそう。ちょっとくにゃってなっちゃうかな。そっか物入れたらね。そうですね、うん、ここ空間にこう入れられるので、うん、まあまあ物入れてるよねそれ。でも入るよね、うん、入りますね。すごいね。欲張っちゃって。いやすごいわこれ。見ようかな。だって横から見た時のこの街がすごいもん。ここのいや確かに、うん、すごいもん。安心です。この子の底街も、うん、しっかりある、はい、で ここね、うん、ここまでこう下からこう広がって、うん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 、ドラえき部長のほっぺのようにまさしくドラえき部長のほっぺじゃないですか、ね、まさしく。で形も似てない。なんか横に最近ねお顔大きいブームなんですよね。そうそうそう。でも猫界ではモテるから、うん、その方が。そう猫界ではお顔が大きい方がモテるらしいんですけど、うん、でも皆さん ねご存知でしたか。知らなかったんですよ私、ね、人間界でもモテてます。モテてます。モテモテです。はい。でこう横にね、うん、何の話したんですか。そうだよ ね、 だよね。夢中になっちゃったんですけど、こういう輪郭なので、はい、下の空間が広いんですよ、うん、さっきペットボトルの時に、うんうんうん、見ていただけたと思うんですけど、うんうんうん、もう今結構こうアイテムをバシバシ入れていっちゃったんですけど、うん、入るね。入りまして、でさらにこっちにもポッケがまだあるので、うん、今
さふと思ったんだけど、もしかしたらこの開けたさ、ここのさポケットぐらいを目安にさ入れてもらうとさ、ガマ口がさおかしくならないというかさ、上まで入れすぎちゃうと、はいはい、あの歪みの原因になるから、それを目安に入れていただくといいかもしれないです。確かに、ね、ルカソンです。いやいやいや、いやここですね。そう、多分、はい、そこを多分目安にしていただくと、口、ガマ口の部分の歪みとか緩みとかが、うん、しにくくなると思うので、ぜひね参考にしていただけたら、上まで行くと閉まるんですけど開きやすくなったりしちゃうんですよ。ここが歪んだりいっぱいになってきちゃうと、そう、こう歩いてる時にパッコって開いちゃったりね。そうなんですよ。するのを防ぐためにも、はい、はい、そう、ゆかさんの言う通りここのポッケの高さが目安かもしれないですね。はい、そうしていただくと、うん、入れるものとかもこう、うんうん、選べるかなと思うので、必ず選んでいただけるかなと思いますね。はい、何かこの子のはいご質問とかコメントとか、コメントとかは大丈夫そうです。大丈夫そうですかね。はい、このお二方の使い勝手を、うん、うんうん、ご紹介いたしました。多分本当に大きさが違うので用途は違ってくるんですけれども、うん、もう結論としては、はい、両方とも見た目以上に入るという、うん、神の子たちって、うん、なんでなんですかね。やっぱ街とか、うん、そういう空間作りがされてるんですかね。だと思う、うん、やっぱポケット一つでもやっぱり優しさがあるじゃない、その街とかさ、はい、そうですね、その形によって一番ベストなポケットの形になってたりするから、うんうんうん、あ、マキコちょっといい、はい、みゆ1278さんが質問です。ガマ口の丸が大きめの粒ですが、この口金のところですね、つまみの部分、開けるのに結構力がいりますかってことなんですけど。いらないですね、うん、なんだろう、おおらかな、そう、感じ、うん、多分逆に、なんかテコの原理じゃないんですけど、開きやすいかな、開けやすいかなっていうのはあると思うんですけど、うん、これくらい違うかな、体感なんかまあ小回りが、あサイズというか、うんうん、この指の第一関節で、うんうん、って、うんうん、押し出せる感じだよね、収まって押し出せる感じ、うんうん、だからちょっと、うん、こう指3本だとよりスムーズみたいな。ああ、なるほど、分かりやすいね、感じかな。多分そんなに思うよりこうグッといく感じではないですね。そうですね、うん、本当にこうこのガマ口のつまみをこうつまむ、うん、こうつまむ感じは一緒です。うん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 、こうグッて、はい、うん、大きくて、うん、ガマ口のこう開ける時がちょっと硬いよっていうことは全くないですね、うん、はい。あとですね、もし万が一口、この口つまみの部分がちょっと硬いなと思った時は、うんうんうん、オンラインストアにもあるんですけれども、口金の調整、はい、きつくするだけじゃなくて緩める方法もあるので、うんうん、ぜひね一度こう YouTube で見ていただいたりとかして、はい、でそれでももし硬いなとかなってありましたら、うん、ちょっと総力ご負担にはなるんですけれども、はい、こちらで調節とかもできるので、まあ、その時全然ご相談いただければと思うので、はい、はい、多分そんなにグーッと力入れるほどではない負荷になっているので、うんうん、そうですね、はい、握力とかも、うん、個人差があったりすると思うので、はい、本当にご自身の体感で、はい、そうだね、本当に相談して、はい、もう今触ってもらいたいもん、ね、こうやって 3D でいつかそういう時代が来ると思うんですよ。ガマ口の感触をお届けしたい。そう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 、本当にそれできたらいいな、ね、なんだか進化してなんだかでやってほしい、ね、本当にそう、まあ、本当に ね、ご相談いただけたらと思います。はい、思います。ありがとうございます。ありがとうございます。カメコドンさんがもう間に合わないかと思ったらまだやってたって、 ありがとうございます。でもちょっとタイムリミットも迫りつつあるので、ワクワクのお知らせもしたいということで、じゃあ次は私行こうか、はい、いいですか。じゃあちょっと今日のリクエストの答えは最後に、はい、なるかな、はい、ちょっとじゃあカメラチェンジ、チェンジ、ちょっと、はい、よいしょ、
次はですね、ちょっとリクエスト内容を先にご紹介しちゃおうと思うんですけど、このキャンディールーフ親子がまぐちとドロップツリーのダブルポッケ親子がまぐち、はい、比べてみたいですというリクエストいただいたので、はい、はい、お答えしていきたいと思います。あ、みゆ 1278S さん、はい、難しい質問に答えていただいてありがとうございます。わ、はい、かりやすい上やはり温かい対応で嬉しいです。ありがとうございます。そのコメントをいただけたことが温かくて、私たちはもう温泉に浸かっているかのような気持ちになってます。ありがとうございます。嬉しい。あ、涙の絵文字。あ、一緒に共鳴してくださって、皆さん温泉に浸かりましょう。冬ですし。ちょっとね、外今日はそんなですけど、浅草、ね、あの寒さが、ね、最近ね、だんだん感じる、ね、マシマシで皆さんお風呂入って温まりましょうね。はい、今日初登場です。そう、ゆかりちゃん、イエーイ。私と元気コンビでおそろのコーデをして、ちょっとズボンが長いで電柱でございます。あ、靴が可愛い。電柱なんですわ。ハートがめっちゃ来てます。めっちゃハート来てる電柱に。すごいきしめみたいになってる。ひもかわうどんみたいな。そう、ひもかわうどんになっちゃう。ひもかわうどんが今回やらせていただきます。はい、今日のあだ名ひもかわうどんなんですね。はい、スタッフひもかわうどんが、はい、次のリクエストをお答えしたいと思います。はい、はい、あ、大和さん、ヘアバンド可愛いということで、はい、ありがとうございます。私たち二人とも似合っちゃってるね。似合っちゃって、お揃いで似合っちゃいました。で、へぇ。ではリクエストにね、はい、はい、お答えですね。はい、こちらの2つのタイプで、はい、迷われてるそうで、お色はこの 3色、キャメル、うん、ダークブラウン、黒、うん、まあ、こちらキャラメル、ダークブラウン、ブラックで悩まれてるってことなんですけど、うん、まずお色比較としては、はい、あの革は違うんですけど、はい、キャラメル、キャメルがちょっと色の変化が大きいかなと思います。確かに、はい、あのこのオイルダコタミーニングっていう革と、うん、ナバルという革なんですけど、革の特徴としてはこちらオイルが含まれているので、あのすっぴんレザーと言われてるぐらい、うん、経年変化がより分かりやすく濃くなっていくタイプになります。はい、はい、で元からちょっとすっぴん状態でもオレンジにかかってるようなキャメルのお色になります。うんうん、はい、で一方こちらキャンディーシリーズに使われてるナバルは、うん、張り感がしっかりある感じのもので、うんうん、経年変化としてはお色は大きく変わらないんですけれども、はい、艶が出てきてツヤンツヤンってなってくるような、はい、輝きます、輝く子になります。はい、はい、そこの色の違いがここは大きいなというイメージです。あとは、ね、はい、この辺りは多分色が深いので、うんうん、そこまで大きくは変わらないんですけれども、はい、経年変化に関しましては今キャラメル、キャメルでお話ししていただいたような感じになるので、うん、まあ、より手にしっくり柔らかく馴染んでくるのは、うんうん、こちらのドロップツリー、はい、で、張り感を保ちながらツヤを楽しんでいって上品さが増してくるのはキャンディーというイメージですね。はい、うん、まずあの表のイメージはそんな感じになります。はい、じゃあちょっと一回この子たちを横に置いて、はい、キャラメル、キャメルでいこうかなと思います。はい、はい、うん、柔らかい、柔らかいね、ドロップツリーさん柔らかい。そう、私ほらこれ使ってたじゃん。あ、使ってましたね、グリーン。そう、使いやすくってさ、うんうん、ちょっと一回立てかけていい？もちろん。ちょっと立てかけたら白い壁でね、ちょっとこのオレンジ味がやっぱこっちの方がちょっと出てますね。うん、でね、高さがちょっと違うんですよこれ、まあ、横から、はい、見ると、そう、高さがちょっと違う。かわいい。はいね、並んでるとね、やだ、そうなんです、名コンビ、名コンビだよ、私たちみたいですね。あ、じゃあ私こっちだ。あ選びましたね。じゃあ私キャンディ、はい、キャンディとドロップツリーっていう名前で、はい、どんどん変異してみんなが追いついて、こう皆さん追いついてこれないんで、誰だっけってなっちゃうんで、ひもかわどんからドロップツリーってどんだけ短いスパンで名前変えるんだ。だから進まないんだ、私は。ごめんなさい、本当に今日20分にも終わらせないといけないんですけど、そうでした、
ないので、ごめんなさい、はい、ですね、はい、こちら、はい、じゃあ使い勝手をまず中から一緒に見ていこうかなと思うんですけれども、これ両方とも2人とも親子がま口なんですよ、うん、はい、あ、ごめんね、ありがとう、ありがとう、ね、はい、こんな感じで2人とも親子がま口になっています。なので容量的にはほぼほぼ変わらないんですけれども、うん、2つ折りのお札ってちょっと比較してみようかなと思います、うん、気になります ね、 ね、じゃあまず、うん、大丈夫、コメント、あ、いいですか、コメント、うんうん、クー7キロカチさん、うん、クリスマスプレゼントのおねだりシーズンになりましたね、どれをお願いしようかなとニヤニヤしています。わかりますよ、そんな時期ですね、そんな時期でございます、はい、もう早いですね、今年も12月か、だって11月今日半ばでしょ、半ばですよ、もう半ばも過ぎて、ごめんなさい、お腹鳴っちゃった、ね、あ大丈夫ですみゆ1278 A さん、まあ可愛い双子じゃないですかって、この子たちですね、そうです、本当になんか、うん、うん、どうぞ、いいですよ、あ、どうぞ、うん、うん、あ、いいですよ、どうぞ大和さんは元気コンビみたいって言ってくださってます、そう、こちらスタ、あのスタッフドロップツリースタッフキャンディーです、はい、本当ごめんなさい、本当に私食べると進まなくなっちゃう、ごめんなさいね、二つ折りですね、二、はい、つ折り、まずなんて言うんだろう、こっち横向きっていうのかな、うんうん、はいはい、で二つ折りで入れて、はい、全然入ります、はい、で次こっちの向きで入れると入るんですけど、こっちよりも多分こっち向きで入れていただいた方が良さそうなイメージです、うんうん、ゆとりがある、はい、感じですかね、はい、で確かに、ここによく小銭を入れていただくと思うんですけど、私使ってる時に、はいはい、こっちに、うん、仕切りポケットを入れて小銭を入れてたんですけど、これ仕切りポケット入れないでこっちに小銭を入れた方が見やすいことが判明しまして、うーん、見やすさが、仕切りポケット入れてもいいんですけど、仕切りポケット入れる時はこう出してから使った方が私は使いやすかったんですけど、あ、ポケットごと出してから、うん、そう、柔らかいからこうピュッて、はいはいはい、でこの子見やすいですね、この大きい小釜の横のスペース、そう、そっちの方が結構皆さんこちらに入れていただくことが多いんですけど、うんうん、意外とここ手が入りにくいので、うんうん、こっちの方がこう手が入りやすくって、ちょっとトレーっぽくもなってますね、あ、そうそうそう、本当そうなんですよ、こうちょっと余裕があるんですよね、この袋状のところが、うん、確かに確かに、はい、で私はこのこういう感じで、はい、あ、もうどんなやつ、ほぼほぼ入ってない、ほぼほぼ入ってない、こんなことある、 91278S さんが、はい、器みたい、すごい見やすいということで、ね、これ見やすいですよね、ありがとうございます、ありがとうございます、でこんな風に私は入れて、はい、ここで見るのもいいんですけど、私も取っちゃってこうやって広げて、あ、見やすい、見てました、ほっこり見れますね、はい、なのでおすすめとしたこれかこういう感じかなっていうイメージですね、うんうんうん、お好みでですね、はい、でここの中央スペースにはカードを入れるのがすごく私は便利でした、はい、ああ、もう実体験に基づき、はい、はい、でちょっと大きめのカードも入りますんで、はい、こんな感じで使っていただくといいです、うん、はい、であと私はここに、IC カードで、ここによく使うポイントカードとクーポンを使っ入れてました、なるほど、はい、そうすることで IC カードはこのままピッていけるのと、楽ちんですね、ピッといけるのと、はい、ここにクーポン券と、うん、いつも行くところのポイントカードを入れることでクーポンの使い忘れとポイントの使い忘れをしないので、うんうん、よかったらここに紙のポイントカードとか入れてください、ね、入りますからね入りますから、全然入りますから、ここのポケット形も、はい、個性的ですし、うん、そうなんです、出しやすさ、はい、その利便性もあるという優秀なポッケでございます、はい、はい、で、あと不安要素としてはこれ落ちるんじゃないかと思いません、ここ確かに私が使ってた時落ちたことはありません、うん、はい、完全に保証できるわけではないんですけれども、私が使ってた時には落ちたことがありません、はい、2回目です大事なことなの なので2回、はい、させていただきました、はい、じゃあ次ですね、こちら人気ナンバーワンのこの子に同じようにちょっと入れていこうと思うんですね、はい、そしたらコメントをちょっと読みますね、はい、お願いします、
スミントさん、うん、キャンディーシリーズをずっと使っていますが、うん、こうして見ると迷いますね。いやそうですよね、やっぱね、ちょっとこの似たサイズ感の子と比べてみると、うん、なんかよりキャンディーらしさ、うん、ドロップツリーらしさっていうのが見えてくるのかなって思いますね、うんうんうん、あの実際ショップでもこの2つで悩まれる方が本当に多いので。そうなんだ。そうなので私が今お話ししてるような内容で、うんうん、ご説明、はい、させていただいてます、うん、はい。でこちらのキャンディーに関しましてもやっぱりお札はこっちの向きで入れていただいた方が余裕がありますので、はい、キャンディーも同様にこの入れ方を推奨します。はい、はい、でキャンディーもですねここよりねこっちの方が良きなんですよ入れるの、うんうん、あえちょっと今何奇跡が起きたんですよ私今、うん、本当に気まぐれで、うん今あのドラヤキ部長のお札をブーンってズームしたんですよ、うんうん、そしたら、うん、はちみつノートさんから、うん、ドラちゃんのお札のアップが見たいですってコメントがちょうど来てちょっとびっくりしちゃいました。ありがとうございます。コメントびっくり、すごい、やだ、嬉しいですねそういうの。嬉しい、めっちゃ嬉しいよね。キャーっていう絵文字も送ってくださってありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。あまたトレイのように、はい、こんな感じで安い、はい、はい、で結構このキャンディーのナバルっていう皮自体が先ほどもちょっと申し上げたみたいに、うん、しっかりとした皮になるので、うん、皮を初めて使われる方には硬く感じると思うんですけど、はいはい、使っていくうちに馴染むことは馴染むんですけど、うんはい、この硬さが苦手な方はこちらを選ぶっていう基準にしていただいてもいいと思います。確かに柔らかさ、はい、張り感お好みありますからね、はい、私どっちかというとこの張り感の方ある方が好きでこうどんどん育てていきたいタイプなので、はいはい、確かに変化も分かりやすいかもしれないですね。そうなのでこんな感じでここでも見ていただけるのでもしあの小銭ねこちらで取りづらいなと思われている方はぜひね一回こちらでお試しいただけるといいかなと思います。はい、はい、で中央には同じく先ほどと、はい、同じ内容のカードをちょっと入れていこうかなと思います。はい、小玉にはね、はい、カードで同じ高さのものなので、うんうん、もうこちらも締まりますね。なんか見た目高さ違って見えましたけど容量的にはね大きくは変わらない感じですね。そうですね、はい、横幅もほとんど一緒ですね。ほぼほぼ多分ここが張ってるから大きく見えるけど多分同じなんだよね。確かにちょっとあのドラヤキ部長みたいにほっぺがあるか、かわいいな、あのドロップツリーの方がそうあの四角目というか、そう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 、そんな形の違いですね。そうですね、はい、はい。であと大きな違いはこのルーフ部分なんじゃないですかね。確かに蓋のあるポケット、はいはい、なのでこのルーフちょっとデメリットではないんですけれども、うん、小銭を入れるとここから出るので小銭はこちらには入れない方がいいです、はいはい、そうですね、はい、外側のポケット、はい、あと IC カード入れていただいてもいいんですけど、うん、どうしてもホックボタンがあるのでカチッって音は多分するので、うんうんうん、そこがちょっと気になる方はこちらの方がいいかもしれない。なるほど、はい、外側に金具があるかないかっていう違いもありますね、はい、確かにそうなんです。あとはこちらのルーフのメリットとしては、うん、小銭みたいな小さいものでなければ物が落ちにくいので例えば鍵とかスマートキーとか、うんうんうん、そういったものを入れることができますし、うん、あとそれこそここにカードが結構多く入るので、はい、こちらによく使うカードを入れて中に保険証とかあの診察券とか免許証とか大事なものをこちらに入れていただくっていう使い方もできますので、はい、まあ、容量としてはもしかしたらこちらの方がその鍵とかも種類とか確かに入れるものの種類の多さ、うんうんうん、外ポケットに入れられるものがこっちがより広がるかもしれないですね。そうですね、じゃあ、はい、ポケットで、はい、蓋のないポケットで、はい、こっちはホックボタンの蓋がある、はい、っていう違いなので。そうですね、で私個人的にこの子たちをまとめると、うん、はい、ポケットとかに入れたりとか本当にコンパクトに持ちたい方はこちらで、うん、手前にパスケあの IC カードとか入れていただきたい方はこちらおすすめしていて、うん、でこちらはあの長財布から小さい財布に乗り換えたい時、はい、なんかの、 あの容量が多い時どの小さいガマ口にしようかなって迷った時用にこちら、うん
うん、で、手前とかにも物が入れられるので、はい、容量を求められる方にはキャンディーかなと、はい、うん、こちらコンパクトさを兼ね備えてる子なので、はい、ポケットとかにスマートに持ちたい方にはこちらなのかなっていうイメージがあります、うんうん、ちょっとなんか、はい、言葉がまとまらなくてごめんなさい。あ、素敵なまとめです用途別そうです、ね、あとね、質感の選び方とか、はい、あのポイントで、うん、選んでいただけたらと思います。はい、はい、でまたなんかちょっと不明点、ご不明点とかありましたらぜひぜひね、うんうん、ご質問いただければと思います。はい、ぜひご相談ください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、キャンディーちゃん、トロップツリーちゃん、ということで、お知らせかしら。さて、お知らせしちゃいましょうか。そう、あ、お知らせの前に忘れていたの、何でしょう。今週の 新職紹介。そうですよ。新作新職、ただいまなんです。あ、そう、おかえり、おかえり。あ、マキコが綺麗にやってくれたのに私は。あ、いいんですよ。感謝にした。いいんです。これ皆様、ちょっとチラッと。あ、ちょっと、あ、ちょっと。はい、あ、ちょっと。あ、お待たせしすぎたかもしれません。帰ってまいりました。おかえり、待ってたよ。シェルボーでございます。あ、久しぶり。いいよ、元気だった。いいよ、かわいいよ。これでですよ。いいよ、いいよ、よし、シェルボー、いいよ、いいよ。はい、今回ですね、こちらの 1,2,3,4,5,6,7 色で戻ってまいりました。おかえりなさーい。すごいあのコメントをいただいてます、うん、ありがとうございます、うん、おかえり、某某呼び、最高ですね。いいっすね、最高。ヤマトさん、餃子みたい。そうなんです。レモン2020103030さん、かわいい、うん、かわいい。 SMC ごようさん、かわいい。カメコロンさん、はい、帰ってきた。うわー、ミュー1278さん、うちのシェルボーは元気だよって。ありがとうございます。ジングタヤン21さん、欲しいな。メイゾーニャンニョさん、かわいい。サチドライキさん、拍手拍手拍手、イエーイ。ということで、ごめんなさい、今カメラがすごい揺れてたかも。私が大興奮しちゃって。もう愛してやまないので、この子かわいいっすよね。マキコ持ってっから。持ってますから。あれ、これだよね。そうです、そうだよ、ね、私マウスグレーを愛用しております。あー、もちもちだ。ただいまなんですよ、この子が戻りました。はい、でこの子がですね、一時的に、はい、うん、卒業というか、あの修行をしてきまして。そうなんですよ、はい、修行の旅に出ていたんですね。修行の旅に実は出ていたんですよ。はい、で、僕の口金はどこにいるんだっていう旅に出てたわけですよ、うん、そう、一時ね、はい、一時はどうなることかと、はい、口金がですね、はい、なかなかね、 なくなってしまうという事実にシェルボーは驚愕したわけです。僕も、はい、待ってってごめんね、あの全然上がないの、閉まらないの、ただの貝殻じゃんっていうことで、シェルボーが家出をしまして、はい、僕は強くなる旅に出るんだ、自分で口金を見つけるんだということで、口金を見つけて帰ってまいりました、はい、自分探しの旅、はい、戻ってきました、戻ってまいりました。嬉しい、お帰りなさい、すごくね、迎えてくださってます、皆さん、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、で実はですね、うん、ちょっとここに触れていいのかわからないのですが、はい、あの甘味大好きな方ならお気づきではないでしょうか、うん、少しバージョンアップ、うん、価格もバージョンアップして戻ってまいりました、うん、それには理由がありますので、シェルボーからお話ししてもらいましょう。はい、シェルボーさん、はい、今回、戻られた際にですね、価格の方も、はい、バージョンアップされたということで、そのそうなんですよ、理由はなぜなんでしょうか。それがですね、はい、私のここの皮の巻き込み、わかりますか。皮巻きっていう加工ですよね。そうなんです。はい、これをできる職人さんが本当に貴重で、うん、貴重なんだ。ようやく僕を作ってくれるっていう人が見つかったんで、やっと見つかったんですね、シルボーさん。そうなんです。
だからその分ですね、うん、はい、ちょっとだけ価格も上がって戻ってきたんです。そうだったんですね、はい、大変な旅に出られてたんですね、はい、でも早く皆さんの元に行きたくて、うん、はい、頑張って探して帰ってきました。おかえりなさい、シェルモン、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にすいません。すごくあのハートもいただいてですね、SM 妊娠ご皆さん2人とも面白いです。ありがとうございます。今これ急遽始まりました。あの打ち合わせ何もしてないんですよ。事前になんかこれやろうねとか言ってなくて今急に始まりました。そうなんです。あ、サチドラ焼きさん人法、そうなんです。カメゴトンさん、そんなご事情が涙。そうなんですよ。そうなんです。そうなんです。もうちょっと真面目に話しますけど、ね、そうなんですよ。本当に職人さんがいなくって、そうなんです。もうなくなっちゃうかなこの形っていう話をしてたんですけど、この技術を持ってる職人さんに出会えまして、本当に帰ってまいりました。なので本当に貴重なので、またいつなくなるかがね、わからないっていうのがあるので。ぜひね、またこのシェルボーですね、応援していただけたらと思います、うん、シェルボーさん、今後ともぜひ長くいていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。精進します。あー、かわいいいやー、照れるなすごくね、はい、あー嬉しいですね。亀子堂さん、さすが息ぴったり。ありがとうございます。ごめんなさい、そのノリ大好きです。ありがとうございます。メイゾーギャンギョンさん、戻ってくれてありがとうということで。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ごめんなさい。中途ハグです。はい。中途ハグで。はい、そして、うん、僕たちからお知らせがあるんだ。なんだいなんだい、ワクワクなお知らせがあると聞いてますけど。ですよね、僕たち。7食じゃないですか、はい、なんだけどね、うん、その旅に出た時に1食レアな子に会ったんだよ、うん、なんだって、ここにはいないレアなカラーの子がもしかしたらいるんですかね。そうなんです。その子を今からご紹介したいと思います、はい、そしてこれはなんと、はい、オンラインストアでの販売もなく、はい、限定4個となっている限定色になっています。 あまり引っ張れないんですけど、何色だと思いますか皆さん、何色でしょう。ちょっとナミさんからバニラを近くで見せてくださいとコメントいただいたので、ちょっとシンキングタイム、はい、皆さん、今ここにいる7色以外です。以外です。あ、かなこゆきさん、ピンク、うん、とコメントいただいてますね、はい、もし予想のお色がありましたら、はいはい、そう、限定4個なんです。4個なんです。ミュー1278さん、4個、はい、っていうコメント。で、実は、はい、その色を、じゃ発表する前に、はい、あれを、その流れを説明しちゃいますね。はい。実は、この後、8時半からですね、はい、この限定4個のシェルボーの、色を、うん、購入希望とコメント欄に入れていただきましたら、はい、購入できる特設ページを、うん、まあ、週明けになるんですけれども、はい、お送りさせていただこうと思っていまして、はい、もしちょっと4名のご希望以上に、うん、4名様以上ご希望がありましたら抽選になりまして、はい、この後8時半から、うん、週明けの11月18日月曜日の午前10時までの間に、はい、購入希望といただいたコメントの中から抽選をさせていただく可能性があります。はい、じゃあその色発表しますね。しましょう。ドルルン、ベビーピンクです。どうですか、私これめちゃくちゃ可愛いと思うんですけど。来ました。はい、この子4人しかいないので。そうなんです、はい、限定4名です。限定4名です、はい、結構ね、ピンクっていうコメントいただいていました。ありがとうございます。そうなんですよ。あら、すごくハートが来ていますはい、でこの後ですね、そのために8時20分って言ったんですが、まあ、はい、オーバーしてるんですけど、はい、あとね、もう3、うん、4分後にはこの子が、はい、この子が限定4個ですので、はいはい、もしご購入希望の方は、はい、この後8時半に投稿される、はい、投稿に、はい、コメントを購入希望と、はい、入れてくれてくださったらと思います。はい。で、わかるよ。それで、うん、もし4名様以上に、いい並びするね。はい。4名様以上を、
購入希望がございましたら抽選になります。で、抽選結果に関しましては URL 特設会場の URL を、お送りするので返させていただくというようなイメージになりますので、はい、はい、もしね5名様以上になったら、はいはい、4名様までとなるので、はい、5名以上のご購入希望のコメントをいただいた場合は、はい、週明け月曜日に、はいはい、ご注文いただけるページのご案内を持って、はいはい、当選のご連絡とさせていただきます。はい。はい。ちょっとバニラと並べてほしいですというコメントが。あ、そうだったんだ。すごいいいよね、この組み合わせ。色の違いがよくわかるよね。はい。こっちがバニラで、こっちがベビーピンクです。限定色になります。はい。はい、限定4個です。はい、はい、4個です。4個だけ、世界に4個だけなんです今このベビーピンクちゃんは、はい、もう27分になっちゃいました。じゃあちょっと最後インカミする。そうしましょう。あ、いきますよ。何で時短だ時短だ時短だんだんだだん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 ということで、はい、最後駆け足になってしまったんですけれども、はい、この後、はい、もう 1,2 分後ですね、はい、はい、このベビーピンクの、はい、ご購入に応募できる投稿がされますので、はいはいはい、もしよければ見ていただけたらと思います。はい、それとあとちょっとだけ告知していいですか。もちろんですよ。この間から、うん、インスタライブのアーカイブをギュッと短くした、うん、私たちの副音声入りの、うん、はい、アーカイブショートっていうのを、うん、YouTube の方で上げさせていただいているので、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、はい、ぜひご覧ください。今回の、インスタライブのアーカイブも、うん、多分来週ぐらいにはできると思うんですけど、 YouTube の方に、はい、投稿させていただこうと思っているので、はい、このね、私たち結構長くなっちゃうんで、うん、1時間半とか2時間とかそんな見れないよっていう方では、うん、ダイジェスト版みたいな感じ で、ね、うん、新たに副音声も入れてるので、新しい気持ちでも見ていただけるので、うん、よかったら見てください。ぜひ大和さんアーカイブショート面白かったよ。ありがとうございます。また出すので、はい、ぜひね、見ていただけたら嬉しいです。お願いします。はい。じゃあ、もうちょっと時間になるので、はい、またインスタライブやります。近々やります。はい。はい、もしかしたらゲリラかもしれない。そうですね。来週はファミリーセールたくさんで行いますので。そこら辺でやるかもしれない。今日も